疾病は、静岡県岩田市の霊剣伝説、室、平太郎をイメージした、PR マスコットキャラクターである。岩田市内の柳姫神社に伝わる、民話、疾病太郎をモチーフにした、ふくよかな白い犬のキャラクターである。民話については、柳姫神社霊剣室、平太郎伝説及び光、舞寺早太郎説話を参照。岩田市の市政施行7年目に、 市のイメージキャラクターとして着ぐるみにできるデザインを公募1210点の応募作品の中から平成23年10月に選考委員会を行い10点を選出。同年12月の市民投票によって選ばれた1点が疾病、食品、雑貨、縫いぐるみなど多様なグッズが各業者により製造販売されている。岩田市イメージキャラクター。 疾病の使用は原則すべて優勝だが、個人的な利用の他営利を目的とせず、岩田市の知名度向上に貢献すると判断された場合は使用料を免除することができる。ペッペペイ、ペッペペイ、嬉しペイ、作詞、便秘猫室平太郎伝説の紹介、疾病の誕生まで、岩田市経済観光課、岩田市情報館、2021年1月23日閲覧、 疾病グッズ、岩田市経済観光課、岩田市情報館、2021年1月23日閲覧、疾病イラスト仕様、商品化、ありがとうございます。